どうも、中野とフィラリチブラって応援チャンネルです。こんばんは。すいません、今日、配信ね、最初やってたんですけど、ちょっといろんな諸事情がありまして、ちょっと途中で終わってしまってね、見に来ていただいた方とか、ちょっとすいませんでした、本当に。ね、またちょっと改めて、やろうと思いますんで、ね、途中で家に来てくれた三國さん、もうちょっと帰られました。阪神ファンだったんですけど、阪神が負けて、ちょっと、ね、ちょっと、いろいろあって帰られます。喧嘩はしてないけどね。そう、まあ、というわけで6月6日木曜日、ね、ロッテ対あ巨人だロッテね、7対4で巨人の勝ち。いやー、巨人にやっぱ勝てないですね。なんかね、ずっともう2017年ぐらいから勝ち越してないですよね。まあ個人的にはやっぱ4回のちょっとエラーがね、まあそれだけじゃないんですけど、4回のエラーが中村選手のね、あんまその名指しでね、その批判したいわけじゃないですけど、これはちょっと僕的に痛かったかなっていうね、試合の流れがね、これで、まあよくその後ね、7回に4点取りましたけど、ね、一応ヒット10本打ってるんですけどね、なんかそんな感じしましたね。ヒット10本打ってたんだね。巨人より一応打ってるんですよね。ね、まあ一応ね、他を下げるわけじゃないですけど、ソフトバンクと日本が今日は、負けたので、まあ、ね、まあ本来勝ちたかったですけど、まあそれは、ちょっと救われる部分ではないかなっていうかね、まあゲーム差が離されないっていうのは、ね、まあそれはポジティブにロッテからしたら捉えたいですね。まあ相手井上選手ね、まあ良かったですけどね、まあ、初回ね、ツアーとか高部選手がヒット打って、なんですけど、外選手最後インコースのね、めちゃくちゃいい球で三振ね。そう、まあ、ただ西野投手もね、初回はヘルナンデス選手にフォアボール打たれ、あ、フォアボール選ばれるんですけど、吉川選手ショートゴロで、岡本選手の時にね、今日戻ってきた田村選手が、吉川選手が走って盗塁をね刺したって、それは素晴らしかったですね。2回ね、先頭ポランコ選手がセンター前ヒット打つんですけども、6番7番三振という、こういうとこでね、せめてチャンスね、二塁に行けたらっていうところでね、三振三振、まあ、井上選手はいい球投げてたんですけど、で8番田村選手はレフト前ヒットだったんですけどね、西野さんがもうランナーいないぐらいの感じでもう三球三振でしたね。これやっぱセリーグの野球むずいっすよね、こういうことが起こるから。そして逆に2回、ワンアウトから坂本選手にフォアボール、これも痛かったっすね。いい球投げて、結構厳しいね、とこ投げてたんですけど、結構取ってくれないっていうのもあれですけどね。そして立岡選手ライト前ヒットで、久々のスタメンの大城選手が、もうこれはちょっと高めのね、もう内ごろのところ、ライトスタンドでホームラン。まあこの後抑えましたからね。そう。そして、まあいろいろありつつ、4回ね、3対0から4回裏、ツーアウトね、岡本選手、坂本選手を連続三振に取って、立岡選手、ね、もう普通のゴロでね、サードゴロだったんですけど、これを中村翔吾選手がランニングスローしたら、これが高めに行ってしまって、で、外選手はタッチしたかと思って、最初アウトになったんですけど、リクエストでね、結果セーフ。そして立岡選手の時に、大塩選手の立岡選手が盗塁して、大塩選手がタイムリーヒットで。これが本当、痛かったっすね。ねえ。まあ、あとね、ただ、その、ピッチャー、まあ、打順の関係もあって、西野選手は4回で変わったんですけど、5回、岩下投手ね、2連続フォアボールだったんですけど、これヘルナンデス選手、ダブルプレーに。して吉川選手を抑えるみたいな、この辺はなんとかね、いい粘り、ね、でロッテはなんか単発でヒット出るんですけど繋がんないから、ちょっと解説しようかな。そして6回ね、澤田選手出てきて、岡本選手レフト前ヒット。ただね、ここだけはちょっとやっぱワンスリーになったのかな、岡本選手のその前、ただストライクでしょって球があったんですよね。まあ、こればっかりね、昨日もね、そういう話になっちゃって、すいませんけど。ね、で、最後、結構甘い球、レフト前ヒット。
で坂本選手もライト、これは坂本選手うまかったですけど、ライトへのヒットで1、3塁で、立岡選手もこう詰まりながらもレフト前にタイムリーで、まあ、こういう当たりがね、ロッテは、まあ、巨人もすごい守備硬いから球際強くていいプレーされてるんですけど、巨人はそのおとといといい、いいとこ落ちるっていうね、これが野球というかね。そう、そして、大城選手フォアボールで満塁で、門脇選手ショートフライ、井上選手ね、三振でツーアウトまで行くんですけど、丸選手にライト前タイムで7点目。ただ7回ね、小川選手が内野安打打って、田村選手もセンター前ヒット打って、で愛斗選手、岡選手がね連続三振で、中で友杉選手がここはセンター前タイムリーヒット、そして高尾選手が、レフト前ヒットで満塁にして、外選手がタイムリーツーベースで3人帰ってくるの4点ね。そしてポランコ選手フォアボールで、大体角中さん来たんですけどね、ピッチャーは、泉選手、ここはただショートフライでしたね。1個だけいいですか、1個だけ批判じゃない、批判にみたいになっちゃうんですけど、ノアと1、2塁でオギちゃんとかじゃダメだったんですかねっていうまだこの時は井上選手、ピッチャー井上選手だったね、まだオギちゃんとか、なんかアイト選手、まあこれもちろんさよならタイムリー打ってるしっていうのもあるんですけど、打率を考えたらね、まあ1割6分で、右バッターがその時茶谷選手、大下選手、オギちゃんがいたんですよ。オギちゃんじゃダメだったのかな、いや、ね、まあオギちゃんそのめちゃくちゃ打ってるわけじゃないけどね、まあこればっかりは結果論になっちゃうんですけど、ちょっとそこだけ、そこはちょっと僕気になったかなね、まあいろんな多分考え方が あると思うんですけど、ちょっとねごめんなさいね、個人的な、一個人の意見として、おぎ、まあそのおぎちゃんが見たかったなっていうのもね、そう、まあありまして、まあ8回は、坂本選手が投げて、坂本さんは良かったっすね、三者凡退、坂本対決も153キロ最後。ただね、その8回ね、勢い、なんていうの、その4点取って坂本選手が抑えて、勢いで行きたかったんですよ、西田選手ここやられましたね、これちょっと流れ切れちゃったからで、三者凡退に抑えられてね。そして8回裏は鈴木通商投手行って、通商さんも完璧でしたね、あのアナウンサーの方もちょっとびっくりしてましたね、ミッテルジータスの。ただ9回バルノナード選手出てきてね、これ先頭オカピーでね、いい当たりだったんですよ、これ門脇選手が取ってね、これがね、まあまあそれもあって結局最後三者凡退だったんですけど、あちょっと巨人はまあ、バッティングもそうです、守備が硬かったっすね今日はね、まあ、エラーは1個あったんですけどね、やっぱなんかやっぱ守備ってでかいなっていうのをまた改めて思い知らされた試合でしたね。まあまあ悔しいですけどね、まあ、昨日種市さんで勝ったのは本当に良かったなっていうのはありますし、うん、まあ、明日広島で2マッチ、そして相手大瀬良選手ね、一回大瀬良さんの成績、大瀬良さんは勝敗こそ2勝0敗なんですけど、防御率が 1.27 ということで、8試合投げてる、ね、1.27、 これメルちゃんと同じ感じですよね、ね、試合8先発1完投2勝0敗メルちゃん、ね、セリーグのメルちゃんみたいな。まあね、2マッチは前回でも、前回はまあ6回3失点だったんですけど、まあね、5回まで本当に良かったんで、6回にね、まあ、ちょっと前川選手ホームラン打たれたんですけど、まあちょっともうまだ野手じゃないや、投手結構まだ、まあ今日結構ピッチャー陣は使ったけど、まだ今週はそんな投げてないんで、ピッチャー陣つぎ込めると思うんで、リマッチもまあ5回ぐらいの感じで全力でね行って、ちょっとまずね、3連戦の初戦勝ってほしいなって、明日は
またちょっと配信チャレンジしたいと思う。ちょっとごめんなさい、今日はちょっと途中で終わっちゃったんですけど、明日またちょっとできたら配信しますんで、よろしくお願いします。というわけで、以上、中田とフィロ1ワットオンチャンネルでした。ありがとうございました。皆さんお疲れ様です。